そうですし、へい、春日さんの、うん、格闘技のね深夜番組とかもやっていた水口ちゃんっていう水口さん、うんうん、ディレクター、うん、これ我々ためなんですよ、35歳、うんうん、で足りない2人も今入ってて、うんうん、でまあいつも仕事の話しか会うとしないから、うんまあ、たまには飲むなんつって、うんうん、2人で久しぶりに飲んだんですよ、2人だけで差しでね、でさあ、うん、最近誰と遊んでんのって聞いたらさ、うん、俺そんな全然知らなかったんだけど、もう、うん、それがさって、うんうん、あいつ友達いないのって急に言われて、うん、あいつって誰よ、いや春日よ、うん、あいつ友達いないよね、うん、どうしてって言ったら、うん、土曜の夜以外の収録で、うん、今日遊ぼうっつって電話かかってちょっと勘弁してちょうよ、最悪だろお前にとって、俺と水口ちゃんがサッシで飲むって、うんうん、最悪、その日は私奪われてるからね。あ、そうそう。断ったって言ってた。うん、春日断って。おい、ちょっと待ってくれよ。で、もう毎日だと。収録誘われて。まあまあそうだな。まあそんな行けないから、まあそれでも週3ぐらいあいつと一緒にいると。うん、で、いろいろ苦情があるみたいで、俺もそんなんあいつ全然ラジオでは話さないよなんて言って聞いたんだけど。何なんかね、うん、水口ちゃんってね、うん、都内のね、うん、結構下の方に住んでるから、うん、阿佐ヶ谷まで呼ばれると、うん、タクシー代がしんどいらしいのよ、深夜帰るの。あー、まあ、そうね。で、まあ、必ず割り勘なんだって、春日っていうのは。うん、で、ちょっとタクシー代が結構な感じになっちゃうのがしんどいっていうのを、うん、そこは、うん、春日察してくれたみたいで、うん、新宿から西の場合、うん、おごるよって春日から言ってくれたんだって。うん、まあそういうね。そういうルールになってます。そうそう、そういうルールになってるでしょ、うん、で、それはすごくありがたいんだけど、うん、そのルールを決めてから、うん、新宿でしか飲まないんだって、春日が。やっぱりね。うん。その、うん、そんなん、そうなのって聞いて、うん、まあまあ、近い方がいいっていうのもあるしな、っていう感じで聞いてて、うんうん、その辺はどうなの？で、まあ、たまたま新宿なんでしょ？まあそうだ、まあそういう時もあるし、うん、やっぱ新宿の方がやっぱりその出るお金が少ないっていう、こっちのね。あ、やっぱそこもあるんだね。割り勘になるから。まあそうね。それで、うん、なんかもう一個苦情があるらしくて、うん、どんな話すんの？春日と水口。春日が長く話すイメージないわ、みたいな話してて、うん、それがもう最近はもう 99% 春日がどうやったらモテるんだろうっていう話に、うん、付き合わされてると。付き合わされてるって言ってた。うん。なんだよ、そんなモテたいってやつじゃないだろ、あいつって言ったら、うん、いや、これがひどいんだと。うん、で、どうも俺が、思うにって水口ちゃんが言ってたのは、うん、自分が20代で後輩だった頃、先輩たちが女遊びしてた感じに憧れてんじゃねえかと、うん、それをやりたいんじゃねえかと、くれよ、一言もそんなこと言われたことない、言われたことない、最悪だろ俺と水口ちゃんが飲むの、最悪だよ、勝手に分析されて相方に言われて、それをその相方が、で、なんでモテたいと思うのって、うん、とにかくあいつは太りたくないんだと、うんまあ、せっかくね。痩せたいんだと。せっかく、うん。で、痩せてモテたいんだっていうことを水口言うのに、なんでよって言って、いや、あいつ多分絶対痩せたい。だって、飯を食いに行く前に、ちょっとコンビニエンス寄らせてもらいますと。必ず寄るんだって。で、コンビニによって何に付き合わされてるかで言うと、飯食うまでに春日は必ず、ヘルシア緑茶とヘルシアコーヒーを2本飲むんだって。それも大事なことだよ。もう毎日、うん、毎回会うたんびに飯食うたびにヘルシアコーヒーとヘルシアルで、うん、飯食いに行くじゃん。うん、で、出るでしょ、うん、出たらまたコンビニ寄って、うん、そのヘルシア緑茶とヘルシアコーヒーを飲むんですって。挟むんですって。挟む。ヘルシア緑茶。で、気休めだよ、そんなのって。食っちゃったら意味ないだろって言っても、とにかく、そうすると、うんうんうん。大事だよね。まあ今も春日さん体脂肪を減らすっていう、飲んでますよ。特茶を飲んでますけど、うん。もちろんもちろんそうだよ。で、まあまあそれはまあボディービルだから気使ってんじゃないのなんていうことで、いや違うんだ、モテたいんだ、うん。で、まあまあこのラジオでもちょっと前話したけど、何をするかって言ったら、まずカラオケに二人で入って、うん、片っ端から春日がキャバクラの女の子とかの電話番号してる子に今から飲めないっていうのを、とにかくメールを片っ端から送るんだ。うん、で、その返事を待つんだと。うん、でその
その待ってる間何すんだって聞いたら、うん、あの、カラオケで、何を歌ったらモテるかっていうのを、すごく研究して、うん、どの歌がうまく歌えるかをすごく練習してるとか、うん、そうだね、うん。で、必ず、うん、やっぱミスチルだなってつぶやくの。やめなさいよどこまで話すんだよ、ちょっと何なんだよ、おいやめなさいよ。それは暗黙のさ、ちょっとこれ水でに行く、もう終わったらすぐあれだな、電話だな。それは暗黙で言わない約束じゃない。いや、すごいです。水口文春の情報量すごいんですよ。うん、おい、ちょっと待ってくれよ。すべて事実だから、立ちが悪いよ。で、うん、春日さんミスチルの曲を片っ端から歌って、うんうん、キーの上げ下げを指定されるんだって。で、キーはもうちょい下かな、上かなっつって、下だな、下、高い声出ないから下だなって合わせていくと、バッチリのキーを春日が記憶するんですって。女の子が来た時に歌うために。そうだな。うん。で、ここからなんだって、謎は。うん、何を。で、そんだけモテる曲を把握し、モテる旅のキーも把握したにもかかわらず、うん、女の子が来てから、うん、カラオケを歌わないんです。え、なんでそれっつって。意味ねえじゃん、じゃあ探すっつったら。したら、うん、女の子が来ても歌わない。すっそ、うん、30分、40分だと女の子が歌わないことに気づく。春日さんが歌わないことに。うん、したら女の子が言うわけよ。うん、春日さん、歌いなさいよ。うんうん、春日さん、歌って春日さん、歌ってと。したら、うん、まあまあまあ。うん、君たち歌いなさいよ。もういいだろうよ。で、それもだんだん長くなって、うん、痺れを切らした水ぐっちゃんが、うん、ミスリを無理やり入れるふりをすると、うん、春日さんが、ちょっと待ってちょうよ、しょうがないな、とどまることを知らないなんですって。やめなさいよ、もう。これは春日さん事実ですか？え？水口文春のこの話、うん、これ事実ですか？ 100% 事実です。そりゃそうで一番近い男なんだからさ。嘘なんか一個もないよ、こんな。で、無理やり入れるということでハードルを下げてると水口は言うわけですよ。うんうん、でね、ここでね、うん、俺そんな名前一言も聞き、皆さん、この名前知ってますか？ニジマスというコンビの今田やんというのを聞いたことあります。今田という男がいるんですけど。まあ後輩ね。最悪だろ、今田も出てくると。いいだろう、だから。そこから今田という男が加わったんですけど、うん、この春日さんにですね、うんうんうん、もう何十回と、うん、あの、女性を紹介してるらしいんですよ。それにもかかわらず、うん、オールナイトに一回も名前が出てこないという男が、ニジマスの今田、春日のか呼び名は今田やんと呼んでるわけ。もういいだろうって、だから。なあ。おい。はい。俺ですか？若林ですか？当たり前だろうがよ。いや、うん、もういいだろう。で、今田やんが言うんですよ。うんうん、女を、うん呼べっていうのは、うん、ちょっとあまりにもじゃない？それ。なんか、先輩になんか昔の芸人って、うん、いや、自分で女の子呼べるってことを言わないんですよ。と、今田山は言うんですよ。え、じゃあどういうことなんですから、メールに、うん、今田、今からどう？と。で、行きますって言うと、うん、そうなってくると、うん、春日、水口、うん、今田の、こっちは3人になるね。っていうのをメールを送るんですって。そうなってくるともうこっちは3人って送られても探す血まなこで探す。もういい。やろう。やろう。待ていい。24。もう24よ。うん。らしいんですよ。もういい、そうな。で、まあそれで探して呼ぶと。今田さんが探して呼んで、春日さんとその場でそういう合コン乗りになるってことがものすごい数行われてるにもかかわらず、うん、オールナイトに出荷されないと。水口ちゃんは、それはラジオ聞いてて気になるところであったんだよとおっしゃってました。なるほどね。うん。それは、うん、春日さんやっぱ面白い話が起こんなかったからなんですか？うん、出荷しないのは。まあ、そうだな、うん。うんうんうん。まあそういうとこがあると。まあそうだな。うん。うん、まああとその、やっぱその気まずいっていうのもあるしね。あ、そう。うん。まああの、全員女の子はもちろん最初にもう、まあみんな分かってると思うけど、うん、全員若い女の子みたいですね。20代前半の。でね、今田やんかね、うん、耳寄りな情報いろいろくれてね。うん。あ、そう。え、今田やんがくれたってことよ。情報を。若林さんが聞いたの？いや、だからその、今田やんが来て、
教えてくれたんですよ。だから来て、うん、そうそう、水口ヒートね。え？未だに聞いてないよそれ。え、来て、だからさっき言ったって来て。うん、未だの話も聞いてるわけよ。なるほど。俺は。で、未だが言うには、うん、カラオケボックスなんて必ず、で女の子が来る、うん。そうするとね、春日さんがね、うん、フードをかぶったまま撮らないんです。うん、で、何それって俺聞いたんですよ。したら今だやん曰く僕の予想なんですけど、おうおうおう、フードをかぶってることをかっこいいと思ってる、うんうんうん、やめろ今だいや今だやんおい、ちょっと待って、俺そんなに寄りな情報やめなさいよ、こうさ、全部その言われちゃったらもうやることないよこの先。もう。やめなさいよ。で、まあ、うん、今だでは、週刊今だではですね。の情報は結構、この後もいろいろ入ってきまして。うん、あ、そうなの、うん、今だやん情報によりますと、ボディービルを始めてから、と、うん、も T シャツの袖をまくるようになった。うん、今もそうですけど。やめなさいよ、だから、今現在も。そうだけども。で、うん、春日さんね、うん、今田やん情報によりますとね、うん、必ずやるパターンがあるらしいんですよ、合コンの時に、うんうん、でなんだ今田やんって聞いたら、うん、これがまずびっくりしたことがまず一点が、うん、合コンで結構滑るんですよ。結構滑るんです。だからもういいじゃない若林さん、春日が滑るのみたいな、うん。そうなんですよ、つって。で、それを今田屋が、春日さん滑ってますよって突っ込むと、うん、その後に、恥ずかしいって言いながら、うん、隣の女の子に抱きつくっていうパターンがあるらしいんですよ。おい、ちょっと待て、おい頼むからさ、若林さん。もういいじゃない、若林さん、もういいじゃない。ねえ。若林さん、もう今日は何なんだ、今日は。春日が隣の女の子に抱きつくっていうパターンがあるために、春日さんわざと滑るんですよって今田やんが言ってました。抱きつくためにわざと滑ると今田やんが。いや、それはちょっと嘘があるよ。嘘がある。嘘がある。じゃあ、それちょっと弁解し、うん、ここは、リトルトゥースも誤解しちゃうからね。うん、弁解しましょう。はいはいはい、いや、だからその、現象としてはね、今田の言った通り。ですよ。それが起こってるけども、うん、心のな、ない、恥ずかしいっつって言って。恥ずかしいって言って。うん、恥ずかしいっす、ももちゃーんっつって行くからね。それはまあ事実ですけど、うん、決してだからわざとじゃなくて、うん、本当に滑ってるんですよ、別に。あ、本当に恥ずかしいから抱きついてるっていうことなんですね。わざととかじゃなくて。あ、そうすか。え、今ので何もフォローできてないよ。それでね、うん、まあ、これ間違いない。ここまで間違いない、うん、でちょっと今田やん最近困ってると、で、うん、若林さんにしか言えないんだけど、うん、っていうことを言ってて、うん、最近ちょっと今田やんが女の子用意できないことが続いてると、うん、でそれはなんでかっていうと、うん、まあ、オードリー春日さんもいるんだけど来ないっていうと、ことごとく断られるらしい、うん、おい今田やん、でも、うん、春日さんを傷つけないために、うん、春日さんの名前は出してませんって、うん、今田やんはそこはちゃんと言ってるらしいんですよ。言ってくれてるよ、うん、で今田やんそれお前つって、うん、俺もし次のラジオでお前の名前出して言っていいのかつったら、うん、ちょっとぜひ言ってくださいでなんでだって聞いたら、おうおうおう、ちょっともう限界が来てると。春日さんの名前で女の子呼ぶの。いや、直接言ってほしかったわ。そんなさ。だから今田やんは、女の子を、ご自分でご用意してほしいって言ってました。いや、なんでこんなことをラジオで言わなきゃいけないのよ。あと今田やんもう一個言えないのが、若林さんも来るのってしょっちゅう聞き返されるらしい。してちょうよ